はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは。チョモランマタケシです。イベントも残り、12時間ですね。12時間を今切ったところなんですけど、いやー、マジで今回のドミネはね、僕の結果もうこんな感じです。2万点にも届かずという感じでさ、鍵ももらえないね、これね。もうこの後寝るからさ、もう5部屋行かなかったよ。ポルジンギスだけ。虚しい結果。いやー、ちょっとさ、上のランクに上がってさ、もう課金の猛者たちに飲まれて、太刀打ちできませんでした。無念ですね。1位が48万点か。俺がね、何位だ ?37 位か。まあ、半分よりちょっと下って感じだね。65人全部いるから。半分よりちょっと下で、まだ 2万点ですよ。ちょっとね、やばかったね、今回は。まあ、しょうがない。まあ、落ち込んでてもしょうがないんで、最後、もう玉砕決めてやろうかなと。もう、チャイナの課金、重課金野郎と、アメリカの重課金野郎に特攻して、日本人らしく、華々しくね、散っていこうかなと。もう、どこでもいいけどね、どれでいこうかな。さっき1万9000があったから、それにしよっか。これに挑んでいこう。行こう。チョモランマタケシの NBA TV。 よし、プレイでは、まあ、勝負となったら勝つよ。じゃあ行くぞ。まあ、2000しかパワーないから別に勝ってもおかしくないぞ。じゃあリバウンド、オッケー。よっしゃ、ピック、なんかピック呼ぶとパスを出しちゃう、あれは何なんだろう。オッケー、入った。なんか吸い込まれるように入ったね。ザック・ランドルフの雄たけび、新加入だね。この前ピンクダイヤでリングがやっと35個溜まったんで、それで作ったランドルフですね。しっかりディフェンス。なんかオッケー、スティールした。ターンオーバーで迷子。オッケー、コービーにラプターズのユニフォームなんか着せてっからだよ。またポールジョージ兄さんで。そっちか。くそ。アデバヨ。あー、取んなかった。やばい。戻れ戻れ戻れ。混み合ってんね。マークしっかりついて。フェイク引っかかるな。パスフェイクってそういえばどうやってやるんだろうね。オッケーオッケー、これはでかい。これはでかいよ。パスフェイクもし知ってる人がいたら、ちょっとコメントお願いします。じゃあやっていこう。軽くタップでもパスしちゃうもんね。できんのかな?あんま必要ねえか。そもそも。おっそ!やばい!てかディフェンスちゃんといってねえし。オッケー。これ守れるか。入っちゃうんだよね。やっぱり入ると思ったよ。どうせ入んだろうと思ったよ。玉砕。少しでもダメージを中国野郎とアメリカの金財。金財とね、赤ラブ?この軍団にちょっとね、少しでもダメージ減らしてやろうというね。金財勢はもう撤退してんね、でも。もうほとんど赤ラブ勢だよ。これでいくか。2万1000点か。ちょっと厳しいかも。コービー人気だね。お、ターンオーバーした?パスミス。マジックが組み立てる。ピック要求して、開いた。ちょっとミスったかな。焦っちゃったかな。これ入ったらやばいよ。入っちゃった。よくクリポに俺なんか3やられるイメージがある。あのダイヤの。アデバヨ。
狭いとこで。あー、ブロックされちゃった。ポルジンちゃんに。うわ、うまいパス出された。やばい、ここで圧倒的なパワーの差を見せてくるか。5点差。あ、いける。オッケー、吸い込まれてった。まだ希望の光はあります。このオフェンスを、ディフェンスを抑えればの話。オッケー。ポール・ジョージ、お前に決めた。君に決めた。何やってんだよ。奪い返した。攻防が激しい。アウトオブバンズ。うわーお。オッケー、オッケー。バックビハインドはなかなか決まんねんだよな、あれ。相手も同じか。ちょっと3狙っていくか。2ポイントでもいいんだけどな、どうせ2ポゼッション差だから。ちょっとダメだったな。打った瞬間分かったよ。ああ、ファールになっちゃった。あ、レブロンいたんだ。気づかなかった。お、ナイススティール、ガッツ。オッケー、ダメだ。ダメでした。玉砕。どうしよう。お、待って。1万6000見っけた。オッケー、入れた。よし、これ最後勝とう。1万6000ボストンセルティックス。赤対緑。赤いタヌキと緑のタヌキ。赤いキツネか。赤いキツネと緑のタヌキのバトル。ゲイゴー。危ねえ。ぐるっとした。なんかすげえ早いんだけど。気のせい。マジックがめっちゃ早いんだけど。オッケー、インサイド。開いた。うわ、すんげえブロック。ああ、ダメだった。戻れ戻れ。うーわ、ゴール下ノーマークにさせちまったよ。やばい、これ負けたら言い訳聞かんぞ。HP じゃねえ、パワー的には俺のが上だからな、わずかだけど。抜けた。うまい。上、すんげえ華麗な、今見た。やっぱ。オッケー。こっからこっから。試合は残り1分からだよね。2K の場合。モバイルの場合。1分からが面白くなってくる。うっそー。ズッコンと、ズッコンと俺の胸を今えぐったよね。くそー、もうマジックジョンソン。入った。うまい。うわ、落ちた。天は僕に味方をしてくれないのか？やばいな、これ。スティール狙おう。ちょっと。あ、嘘。ファールかよ。もう、スティール狙う。落とした。うわ、もうなんで入るん、こんな。チートだろ、チート。最近 2K のさ、もう闇というか、もう課金税の。モサというか、いろいろ見えてきたからさ、もうマイナスなことしか言えなくなってきちゃって。くそー。昔はそんなこと思わなくてピュアに楽しんでたんだけどな。よし、3連敗ですね。ちょっと私の今回のドミネーションのイベントを全て象徴してるかのような泥試合3つお見せしてしまいましたけれども、こんな感じでいかがでしたでしょうか。皆さんはどうでしたか。ドミネ楽しめたって人もいると思います。私はちょっと厳しかったですけど、まあここで終わりかな。19450点、終了でございます。いやー、ちょっと今回マジで過去ほんと最低の記録だね。もうで、イベント3種類しかないうちの 1種類がもう絶望と見ると思う。次回どうなんだろうね。ドミネの3回のうち1回がもう絶望って結構きついよね。イベントの8種類ぐらいあって、そのうちの1種類とかだったらまだいいけど、
3種類しかなくて、その1種類がもう絶望って、もうさ、今後希望持てないでしょっていう。ていうか、せめてもダイヤ取れるぐらいにしてほしかったんだけどな。ダメだね。はい。まあ、そういう感じで、私の今回のイベントは本当惨敗でもう幕を閉じましたけど。また、今度は FF だね。FF はまたテーマも変わるし、正しい気持ちで FF 頑張っていきたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。